それにしても世界中にたくさん辛いもんあるな。もう選ぶのに困るわ。でも次のレビューどないしよう。お前世界世界って言うけど、何か日本一を制覇したんか。あ、 Welcome to Ted Hammer TV and here's your host Ted Hammer。 どうもアメリカ育ちの大和魂ことテッドです。これまでいろんな辛いものに挑戦してきましたけども、めっちゃ辛いですせという評判を聞いてチャレンジしてきたんですよね。でもどの商品を見てもこれで一番という称号がないんですよね。では皆さん、とうとうあの日本一の商品を見つけることができましたよ。それではご紹介いたしましょう。 OK Here we go。 よっしゃ、祇園アジコ日本一辛い黄金一。皆さん、日本一辛い唐辛子マジでかい。これは京都の老舗祇園アジコで売られている商品なんですけども、これに使用されている黄金っていう唐辛子の品種は、ここに持っている鷹の爪の10倍の辛み成分を持つ日本一辛い唐辛子を使用しています。日本一っていう響きに弱いわ。ついつい買ってしまいました。まあ、通常一味っていうのは100円ぐらいしますよね。この一味なんと840円だったんです。だっけー。でもこのパッケージなんか豪華ですよね。それでは開けてみましょう。おお、金、なんかすごいもんあるよねこれ。ちょっとなんか開けるのもったいないっていう感じやね。なんかほんま京都土産にええかもしれんねこれ。ほんで糸ほどきますぜ。破るのはもったいないんだけど。おお、日本一カレー黄金一。裏側を見ると赤くないんですよ、黄色なんですねこれ。これパッと見ると思わずこれカレーパウダーちゃうんかっていう風に誤解してしまいますよね。で香りですけども、何らかのスパイスの匂いがするけども、ごっつ辛っていうような感じがしませんね。どうやろう、ちょっとここでちょっとテイスティング、ちょっこらかかってます。おほほほほほ、辛っ。おお、辛い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 。ねえこれ、あのね、まるで日本刀のように鋭い辛い。まあ冗談抜きで速攻来ました。通常ね、唐辛子っていうのはちょっと辛みが来るのに時間かかりますよね。いやいやいや、これ来たわすぐに。はい、まあ辛いのは分かったけど、そしたらどんな料理にかけていこうかなっていう風に悩みました。で近くのスーパーでこの商品と出会ってしまいました。それでは本日2回目いきましょう。 OK Here we go。 よっしゃ、大きに薬味度数京都祇園アジコの日本一辛い黄金一味仕込みのビーフカレー辛口、化学調味料不使用、1人前 200g。 なんとこの日本一辛い黄金一味が入っているビーフカレーがあるんですよ。日本一辛い一味が入っているカレー、これめちゃくちゃ辛いんじゃん。でも皆さん一つだけ誤解せんといてくださいね。日本一辛いカレーではなく、日本一辛い一味を使っているカレーですからね。まあとりあえず日本一辛い一味を使ったと言うてもね、まあ麺はカレーですから辛いかもしれんけど、それほど辛くないでしょう。とりあえずこいつを湯煎してきます。皆さん準備が整いました。まあ、このカメラではおそらくカレーのね、状態がわからないと思いましたので、私の斜め前にカレーアップ専用のカメラをセッティングしました。そのままここに映ってると思いますけども、皆さんお分かりになりますでしょうか。それではカレーをこの中に投入いたします。あたたたたたた、はい、温まったばっかりのカレーがこうなります。ではいきますぜ。こぼれないようにね。それとザクマグ消化用の水と本日主役の一味をここに置いておきます。それではカレーを投入します。おおおお、サラサラしたな。今ね、大きい肉の塊が3つ出てきたんかな。よし、それではちょっと中身を見ていきましょう。カレー自体はね、そんなに辛そうに見えますよね。普通市販されてるカレーとなんかだいたい同じような色です。カレーは決して赤みがかってません。まあそれも当然、唐辛子は黄色ですから。
そして肉が1、2、3やね。大きい塊が3つありました。ものすごくなんか美味しそうな感じがすんねんけども、これがめちゃくちゃ辛いかな。それでは味見していきます。口の中に入れていきます。いきますね。おお辛っ、おー辛っ、おーおお辛っ、これあー辛いけどでもうまい。うん、うまいわ。おお、あのカレー自体は非常にうまいです。あの甘みもあるしね、野菜がもうドロドロに溶けてるのでもう味わい深いです。そのね、横からこの唐辛子がと切り込んでくるんよね。辛いわ。やっぱさすが日本一やんね。おお辛っ。もうでこの肉ちょっとブルンブルンやけど美味しそうやねんけどね。うわ美味しそう。これちょっとこれも食べてみます。うめえ、肉うまい。でも辛い。あ、でも肉うまい。もう味がギュッと染み込んでね、もう口の中でとろけますわ。いやでもね、慣れていくねこれ。うまいうまい。うん。口の中麻痺してきた。あ、辛い。あともうちょい。あー辛っ。うー辛っ。俺ね、いつも最後ね肉残すねんね、最後に。でもこの肉うまいわ。完食。肉うまいけどあー辛っ、あー辛っ。うわ辛っ。さっきからよだれが垂れまくってんね。あー辛っ、あっつ、あっつ。いやーちょっと舐めてましたね。日本一辛い黄金一味を使用したカレー。だから決して日本一辛いカレーではなく、日本一辛い一味を使っているカレーということだったので、あー腹出た。まあそこまでというふうに思わんかったけども、いやいやいや辛かったです。もうお腹の中がもうヒリヒリしてるって感じ。鼻が出た。いやもうほんまに辛みが鋭かったですね。いやもう口の中が痛いですもん。でもうまかったですね。だからこういう調味料っていうのはね、そのまま食べるんじゃなくて、まあ、いろんな料理にかけて味わうべきですよね。いやこの一味をね、いろんな料理にかけて刺激のある食生活を送りたいと思います。では皆さん、次のアップロードまで See ya Bye。 いや日本一辛い黄金一味参りました。 Thank you for watching Ted Hammer TV. If you like my video blog, please subscribe here. 登録してね。